皆さんこんにちは、アロマサロンエンパワーの宮里です。フォーギブっていうオイル、今ちょっとごめんなさい、外出中で持ってないんですけど、そのフォーギブっていうオイルがあって、感情系のオイルになるんですけれども、英語でフォーギブっていうのは日本語の意味では許すとかっていう意味なんですよね。で、心にちょっと傷が深かったりとかする人のためにこう開発されたりとか、まあ、癒しのために作られてるんですけれども、ある方々にちょっと実験をしてもらったんですよね。で、その方たちは、そのこのグループは結構心に傷を深く受けているグループで、そのリーダーさんが、にそのフォーギブの原液のオイルを、5ミリのオイルを、まあ、ちょっと使ってもらいたいっていうことで、こう試していただいたんですけど、皆さん臭いって言って、あんまりこう好きじゃなかったみたいですっていう報告があったんですよね。そうかっていうふうに思って、そのフォーギブのオイルを悦子さんっていう私たちのリーダーさんが、そういう方々のために、深く傷ついた方々のためにいっぱい提供してくださったんですけど、どうしよう、これなんかあんまり好まれてないみたいと思って、どうしようと思ったんですよね。で、香りと記憶ってすごく結びついていて、その、なんだろうな、すっごいこう傷が深い人たちは、急激に癒しっていうのは起こらない部分があるんですね。まあ時々そういう人もいるんですけれども、多分深すぎて、閉ざしているから、その香りを拒否してしまう、なので臭いっていう現象が起こることってすごくあるんですよね。で、それを考えてた時に、あ、もしかしたら希釈度が高い、つまりロールオンになっているやつを試してもらいたいなと思って、もう一回お願いして実験してもらったんですよね。まあ、ちょっとごめんなさい、何人いたかとかっていうのはちょっとわからないんですけど、でも9割ぐらい、1人以外は皆さんすごく癒される、そしてなんだろうな、いい香りとかリラックスできるっていう反応があったんです。全く同じオイルなんですよ。でも希釈度によって違う、ですよね。違ったのが面白い結果だったなって。そう、香りの濃さと言ったらいいのかな。そう、香りの濃さですね。だからココナッツオイルをたくさん入れてあるので、そのまあもともとロールオンになってるやつで、それを試してもらうと良かったっていう結果があったんですよね、で、そこでちょっと考えたっていうか、急激にこの方たちは癒すことが難しいので、少しずつだったら癒される部分があるから、この薄い香りは受け入れやすかったのかなっていうふうに思いました、そうだね、感情が急激、まあそれ、まあ、感情とやっぱり感情の部分と脳の、ね、仕組みもそうですけど、海馬っていう記憶の部分と香りの部分っていうのはやっぱりね、脳に近くて、脳の中でも部位が近くて、そうね、嗅神経と海馬が隣り合わせになってるんですよね、急激にその匂いを嗅いだらパーって記憶が蘇ってきたりとか、ね、それが強烈なのかもしれない。それを避けたいから、それ嫌っていうふうにやった可能性があるんだよね、そういう部分があったり、でだからそれをね、今回の話ではそれを、まあ、強い香り、まあ、原液の濃い香りじゃなくて、それをね、ココナッツオイルで薄めた希釈したもので香りをすると、受け入れやすく、そのオイルを使えるような心地いい香りになったっていうことなんだよ、同じオイルにもかかわらず。そう、だからなんか、まあ前回の動画でも量とか回数とかっていう話をさせていただいたんですけど、その癒す段階においては、その濃い状態ではなくて、その薄い香りの方が癒しの部分では活用しやすかったりするのかなって思いました。そうだね、なんかこれよくある風邪ひいた時におかゆ食べるみたいな、
なんか似てるなと思って、今消化不良みたいな。そうそう、弱っている時っていうのは、強烈な強いものって避けるんだよね。普段は別に正常な時には大丈夫なんだけども、そのものってきつくね感じる、胃腸に負担が来たりするね。だからあのなんていうのかな、水、水分でいっぱい含んでるおかゆ、ご飯食べれた人、そのままのご飯を食べるときつく感じる。だけどそれをまあご飯水で希釈、まあまあそんなイメージだよね。そう、おかゆ食べる理由って、で、あの消化しやすい、しやすいもの、そう、多分そんな感じなのかなっていうのが、その物理的に形として表すと、それがあの記憶という、そのあんまり形に見えない、あのね、記憶や思いっていう部分っていうのは、なんかそことちょっとパッて今出てきたんだけど、とっても似てるな。そしてね、徐々にそのおかゆから硬いご飯がね、徐々に食べれるようになって、あのまあ正常というか、いい状態まで持っていくと、やっぱり他のあのちょっと普通だったら消化しにくいもの食べていけるような食事と、なんか似てるなっていう。面白い、それ分かりやすかった。だからなんかこのその記憶は、そのこう心に深く傷を持っている時には、ちょっとその希釈度を上げてあげると、感情系のオイルってもしかしたら受け入れやすい場合があるかもしれない。そうだね、あの同じオイルでも、そのちょっとあの濃さを変えてみる、で濃さを変えるっていうのでも実際そうだったじゃない、あの別の、似たような話で、同じあのペパーミントでも、あのその濃さで全然その作用が違ってくる、あのそう違ってくる。例えばね、前にもお話しした通り、私がこうなんだろう、爽やかにつけて、私はこうスサッて目覚めるために使ったりするんだけど、これはそうだったっけ、あのペパーミント好きでこう強く使ったりとかするんですけど、私はそれをなんか目覚めるために使ってるんですよね。で、私はその同じような量は眠るために使ったりとか、人によってもその違うんですよね、この希釈度だったりとかするのは。だから本当にその香りって一人一人違うし、体調も違うし、心の傷によっても違うので、自分を知る道具として本当に使っていただきたいなって、そうだね、一つの目印っていうか、目安としてやるのがとても、あのいいなって、だから本当に使い方を、もうとっても簡単なことで、別にそんな難しいことでも、一滴をそのまま使ってみると、でもうきついなって感じるのは薄めてみるとか、それによって全然それを反応が違うっていう、ね、なのであの、本当に一つの例として、その深い傷を負って、もし自分がその深い傷があって癒されたい、でもその感情系のオイルがその好きじゃないとか、っていう場合には、薄めてみたらどんなかなとかって工夫するっていうことを、あのするといいかなって思います。そうだね、嫌いなのにも理由があるっていうことね、好きにも理由があるんだけれども、嫌いにも理由がある、それに対応するには、逆のいい意味でそれをね、濃いのを基準にしてどんどん薄めていって、ある時点をあのなんか体験してみて、いい塩梅っていうか、なんかよくあるんですよね、この匂い好きじゃないからもう使わないとかって、で使わないオイルが溜まってるみたいなのがあるんですけど、もったいないです、なので本当にその希釈度を変えて使えるようにしたりとか、時々、体調に必要なオイルはあの香りが嫌いっていう時があるっていうのを私はすごい体験してきてるんですけど、その時には香りで決めるんじゃなくて、この持ってるオイルの力の作用であの摂取するとかっていうのをやったらいいと思うんですけど、そのリラックスしたいとか癒されたいとかっていう場合には、自分の心地よいが一番の基準になるので、希釈度を変えてみるとか、あるいはブレンドしてみるとかっていうのもあると思うんですけど、工夫してみたらいいなって思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。皆さんの少しでも役に立ちたいと思っています。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、そして質問もよろしくお願いいたします。ではまた。